代わってホームストレート上スターティンググリッドに整列をいたしました KT マスターズクラス12台。さあここからは先ほどの決勝ヒート1の上位8台をリバースグリッドにして行われる10周の決勝ヒート2です。この KT マスターズクラスのみ1大会2レース制。さあここからは決勝ヒート2、こちら運命のシリーズチャンピオンの行方も非常にこのシリーズポイントの、集計が大変な作業でございまして、説明をするのもややこしい状態ではあるんですが、この決勝ヒート2、それではスターティンググリッドご紹介してまいりましょうか。見事この最終戦決勝ヒート2ポールポジションを獲得したのは今シーズンヒート2の男です。もうヒート2の指定席、ゼッケンナンバー16番近藤レーシング中川聡。さあ今日はこのポジションを何コーナーまでキープすることができるのでしょうか。自身の目標は2コーナーです。1コーナーなのあっという間じゃないですか。そしてアウト側2番手スタートにはゼッケンナンバー44番ティーム平野前田裕二。さあ前田もフロントローからのスタートということで、さあここはポジションを守っていきたいところです。2列目3番手スタートがゼッケン66番近藤レーシング大野博之。そして4番手からがゼッケン19番原田カートクラブ宮崎智美。5番手からのスタートとなるのが先ほどヒート1でまさかのフェアリングペナルティポジションが落ちましたけれども、このヒート2のスターティンググリッドだけで言えばポジションは上がっています。5番手からのスタート澤部麻生。さあいよいよ正真正銘シリーズタイトルをかけてのこの残り1レースとヒート2ということになります。6番手スタートがゼッケン58番ベローチェモータースポーツ鈴木久志。7番手スタートに三田慎吾、そして8番手からが足立義直、9番手スタートの小栗久直、10番手金森正史、小原正三、米倉隆之と12台。今シーズンの最後の決勝レースに向けてグリッドを離れていきます。ウォーミングアップを終えまして、ここからは隊列を整えていくローリングラップ。ポールシッターヒート2の男中川聡が前に出てきました。中川前田がさあ隊列を整えてきています。
SL 水波シリーズ最終戦 KT マスターズクラス決勝ヒート2 10周のレース、今ブラックアウトスタートが切られていきます。さあ、あと澤部と鈴木がお互いに寄せ合いましてヒットしましたが、なんとか離れたか。そしてポールショットを取っていった中川ですが、目標の2コーナーを超えています。さあ、5コーナーまでトップ、中川はまだトップです。5コーナーまでトップ、後ろ2番手には大野が上がってきたでしょうか。3番手スタートの大野、それでも早くもその大野の後ろには澤部浅尾がつけてきた。タコツボを立ち上がって、さあまだ中川がトップを守っています。バックストレートエンド11コーナー、さあ一周守れるか。中川聡ヒート2の男、中川がオープニングラップ、さあどうやらリーダーで帰ってきそうだ。ラップリーダー取れず、これが中川聡、100分の2秒届きませんでした。ラップリーダーは大野博之、約一周頑張ったんですが100分の2秒届きませんでした。そして中川はもう5コーナー先、ここからはどんどんとポジションが落ちてきてしまいそうだ。さあ今足立にもかわされていく。タコツボを折り返しまして再びトップ争いですが、澤部をかわして大野がトップ、大野、澤部、前田、足立、その後ろに中川がまだいるか。そして鈴木久志ともう一台がタコツボの立ち上がりでストップしています。金森でしょうかね、米倉か。米倉は今帰ってきました。宮崎か、ゼッケン19番の宮崎智美の姿。さあ宮崎が今バックストレートリスタートを切っております。さあこれでレーススタートから3周目に入りまして、ここまでは足立義直がファーストストラップということで、足立が現在3番手、ライバル澤部の後ろにおります。さあそのチャンピオン争いの2人を押さえつけるようにゼッケン66番大野博之、さあキーパーソンとなりそうな大野、チャンピオン争いにさあ大野が絡んでいます。実はここまでこのヒート1終了時点での有効ポイントで見ると澤部浅尾が5ポイントリードではあるんですが、6レース中5戦の、有効ポイントから、実際のポイントですね、シリーズポイント合計ポイントで見ると足立義直の方が4ポイントリードということで、さあこのヒート2とにかく前でチェッカーを迎えた方がチャンピオンという澤部と足立のこの戦いに頭を押さえつけているのはなんと大野博之です。さあこれでよりまして足立の前、前田裕二も加わってきまして、澤部と足立は現在澤部が前、大野、澤部、前田、足立、その後ろに三田、そして中川、小原、金森、米倉、小栗と続いています。さあ2番手の澤部ですが、これはなかなか目の前大野をかわしていくことができませんか。さあ大野もですね、今シーズン第4戦からの参戦となっておりますが、微妙に後ろをちらちらと見ながら、いやらしいラインで澤部に前を行かせません。
さあこれは澤部にとってもかなりフラストレーションのたまりそうな周回が続いておりますが、あーここでバックストレートではやはりゼッケン66番の大野に対して白黒の警告が出されていきそうです。さあ澤部の後ろに再び足立が近づいてきました。さあこれはペースの上がってこない澤部に対しまして足立が近づいていく。まだ周回数が半分ほど残っている中、バックストレートでもブロックラインを通っていこうというトップ大野、まあ、大野自身とすればヒート2ではありますが現在トップということでなんとかこのポジションは守っていきたい、そんな心理が働いてはいるものの、これは無理くりなブロック、悪質なブロックということで警告が出されています。さあこれでぶつかって止まってしまうと元も子もない澤部はもう大野の後ろ、とにかくワンチャン狙っていくしかありません、後ろついていくしかありません。さあその澤部にもここは足立も近づいてきました。さあまあとにかく前でチェッカーを迎えたもん勝ちというこの KT マスターズですが、大野がちょっとこう後ろを確認しながらのブロック行為、これもなかなか。さあこれで足立も動き始めた。さあ足立も2コーナー、ここで澤部の横、ここでポジションが入れ替わった。さあこうなると澤部も黙ってはおりません。後ろ三打、さらには前田裕二と近づいてくる。周回数は残り3周。さあこれでシリーズチャンピオンの行方も大きく左右していきそうです。まあやはりキーパーソンとなっているのが大野。足立も大野の後ろ、なかなか前に出ることができず大野の後ろに下がるしかありませんが、2コーナー、ついにここで足立澤部両者が大野を捉えた。さあ両者が大野を捉えて、さあ残り2周、足立対澤部、ここはチャンピオンに向けての直接対決ということになっていく。5コーナー立ち上がり、澤部がぐっと寄っていく。この後残り1周ファイナルラップ、さあもう足立も今度は澤部を抑えていくのみ、ブロックラインを通っていく。KT マスターズ、この決勝レースも残り1周。さあ、澤部が足立の横、2コーナー並んでいけるか、後ろに下がっていく。ここはまずは引いた。5コーナー、ここでも足立が前に立っています。タコツボの折り返し、ここでノーズを入れていきましたがヒット、影響はその後ろ、三打と大野が当たってしまったか、三打がスローダウン、タコツボの折り返し、澤部が仕掛けていきましたがここは足立が抑え、今最終コーナーを立ち上がって早くもガッツポーズ、足立義直、この最終戦KT マスターズ逆転タイトル獲得です。澤部は結局足立の後ろ2番手でのチェッカーとなりました。3番手表彰台には前田真嗣、失礼、前田裕二が3番手、
4番手でのチェッカーは大野、5番手小原、6番手米倉、7番手に中川、金森、小栗、三田、鈴木、そして宮崎とチェッカーを迎えまして、KT マスターズ今シーズンのレース終了です。